古代への情熱、ハインリヒ・シューリーマン。私が身の上話を始めるのは虚栄心からではない。私の後半生の活動はすべて子供の頃に受けた感銘から来たということをはっきりさせたいからだ。私が前半生に財産を貯めてきたのはすべて子供の頃からの夢のためだった。私の父は古代の歴史が好きだった。ホメロスが歌う英雄やトロイア戦争について私に熱心に語ってくれたものだった。トロイアが破壊されて地上から跡形もなくなってしまったことを聞いたときは悲しかったが、建物や城壁がすべてなくなってしまったとはどうしても思えなかった。お父さん、壁がなくなっているはずないよ。きっと土の下に埋もれてるんだ。私はいつかきっとトロイアを発掘してみせると父に約束した。家が貧しく、少年の頃から働き始めた私は働きながら語学の勉強をした。ラテン語については父から教わっていたので基礎はできていた。そのうち私はどんな言語でも簡単に習得できる方法を編み出した。それは本を大きな声で音読し暗唱することである。何度も反復して暗唱し、すっかり覚えたら次の本に取り掛かる。この方法で私は半年間で英語の基礎をマスターした。フランス語も同様の方法で半年間で学び終えた。辛抱強く学んだおかげで私の記憶力は強化された。そのためオランダ語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語を流暢に話したり書いたりできるようになるまで6週間とかからなかった。古典ギリシア語を学び終える頃には私の商売は順調にいき、トロイアを発掘する資金を得ていた。46歳になっていた私は感激のままにホメロスが歌ったギリシャの土地を歩き回った。ホメロスのイーリアスとオデュッセイアを暗記していた私は彼の示す地形を信じ、雇い入れた労働者と共にスコップをつかんだ。空想だとされたイーリアスの記述は事実だった。1873年、私はトロイアの古代遺物を掘り当てた。だが私はこれらの人類の宝を私物化する気はない。この業績の名誉だけで十分なのだ。補足。本作は1881年にシュリーマン本人が書いた自伝イーリアスに友人のブリュックナー博士が過失補足したもの。幼い頃からの情熱を失わず努力を続けるシュリーマンの姿に感動する。よろしければチャンネル登録と高評価をいただけると励みになります。以上、4代目ケンケンでした。